ウォーレン・アントニオ・ウィアは、ジャマイカトレローニー教区出身の陸上競技選手。専門は短距離走。200メートルの自己ベストは、ジャマイカ歴代3位の19秒79。2012年ロンドンオリンピック男子200メートルの銅メダリスト。男子4200メートルリレーの世界記録保持者。200メートルを専門とし、2012年ロンドンオリンピックで銅メダル。 2013年モスクワ世界選手権で銀メダルを獲得。2013年ダイヤモンドリーグではツアーチャンピオンに輝いている。リレー種目では2014年世界リレーの4200メートルで世界記録を樹立。2013年モスクワ世界選手権の400メートルリレーでは金メダルを獲得しているが、この時は予選だけの出場に終わっている。陸上競技は 小学生の時に始め、小学生の全国大会も経験。100メートルと200メートルと110メートルハードルに取り組み、カナバー高校時代にはチャンプスのスプリントハードルとリレー種目で優勝や準優勝するなど活躍した。また、ユースやジュニア時代には年代別のジャマイカ代表に選出され、2008年にはの男子400メートルリレーで金メダル。 男子110メートルハードルで銀メダルを獲得。世界ジュニア選手権の男子110メートルハードルではセミファイナリストになるなど国際大会でも活躍した。高校卒業後の2009年にはプロ選手となりレーサーズトラッククラブに加入した。110メートルハードルを専門としていたが膝に問題を抱えていたこととコーチのグレン・ミルズが ハードルよりもスプリントの才能があると感じていたこともあり、短距離に転向した。すると、6月のジャマイカ選手権、男子200メートルで6位、ダイヤモンドリーグ初出場となった8月6日のダイヤモンドリーグ、ロンドングランプリ男子200メートルは20秒43で2位に入り、高校時代は20秒88だった200メートルの自己ベストを20秒43まで縮めた。 6月30日のジャマイカ選手権、男子200メートル準決勝で自身初の19秒台となる19秒99をマークすると、翌日の決勝では準決勝に迫るタイムの20秒03をマークし、同じレーサーズトラッククラブに所属するヨハン・ブレイクとウサイン・ボルトに次ぐ3位に入った。8月のロンドンオリンピックは、シニアの世界大会初出場ながら、ファイナリストになると、 9日の男子200メートル決勝で、ジャマイカ歴代3位の記録となる19秒84をマークし、ジャマイカ選手権でマークした自己ベストを0秒15更新。ウサイン・ボルト、ヨハン・ブレイクに次ぐ3位に入り銅メダルを獲得し、表彰台をジャマイカ及びレーサーズ・トラッククラブ所属のメンバーで独占した。2013年モスクワ世界選手権6月23日の ジャマイカ選手権、男子200メートル決勝で、ジャマイカ歴代3位の記録となる19秒79をマークし、2位のニッケル・アシュミードに0秒27差を、つけて初優勝を果たした。初出場となった8月のモスクワ世界選手権では、男子200メートルと男子400メートルリレーに、出場すると、男子200メートルは17日の決勝で、自己ベストタイの19秒79をマークし、 ウサイン・ボルトに次ぐ2位に入り銀メダルを獲得。翌日の男子400メートルリレー予選ではジャマイカチームの3層を務め38秒17で決勝進出に貢献したが決勝での出番はなかった。決勝のジャマイカは37秒36で優勝し予選を走ったウィアも金メダルを手にした。年間を通して行われたダイヤモンドリーグでは 男子200メートルのポイント対象レースで3回の優勝を果たし、男子200メートルのツアーチャンピオンに輝いた。5月24日の世界リレー男子4200メートル決勝で、ジャマイカチームの2層を務めると、1分18秒63の世界記録樹立に貢献。1994年にサンタモニカトラッククラブが樹立した世界記録を0秒05更新して優勝した。 6月は14日のダイヤモンドリーグ、アディダスグランプリ男子200メートルで、自己ベスト20秒03差と迫る今季、世界最高記録の19秒82をマークして、優勝したが、29日のジャマイカ選手権、男子200メートル決勝では20秒17の2位に、終わり、ラシードドアエアー20秒13差で敗れに連覇を、逃した。 7月31日の A 連邦競技大会男子200メートル決勝でも最後の直線でラシードとはイヤーとの一気打ちとなったがゴール直前に負傷して減速少し前を走るラシードとはイヤーを捉えることはできず20秒26の2位で銀メダルに終わった5月3日の世界リレー男子4200メートル決勝でジャマイカチームのアンカーを務め 1>, 1分20秒97で2連覇に貢献した。8月の北京世界選手権は男子200メートルだけに出場すると25日の予選をシーズンベストとなる20秒24で突破したが、翌日の準決勝は20秒43とタイムを落として敗退した。今シーズンは怪我に悩まされ2012年から毎年19秒台をマークしていた。 シーズンベストも20秒24にとどまった。7月3日のジャマイカ選手権、男子200メートル決勝で20秒50の4位に終わり、リオデジャネイロオリンピックジャマイカ代表の座を逃した。3大会連続の出場となった4月23日の世界リレー男子4-200メートル予選で、ジャマイカチームのアンカーを務めると、1分22秒01の組2着で、 決勝進出に貢献した。6月25日のジャマイカ選手権、男子200メートル決勝では20秒39で3位に入り、ロンドン世界選手権ジャマイカ代表の座を掴んだ。しかし、3大会連続の出場となった8月7日の、ロンドン世界選手権、男子200メートル予選では20秒60の組4着に、終わり。 着順で準決勝に進出できる組3着にわずか0秒01、全体のタイムで拾われるには0秒06、届かなかった。レース後に自身のインスタグラムで引退することを発表したが、最終的に現役を続けている。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微光欄の記録は、当時のモノダイヤモンドリーグの総合成績を記載。 獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。